皆さんおはようございます朝の XRPXLM ちょっと見ていきましょうか、えー、ニュースからいきましょうリップルのクジラが2日間で3億 XRP を購入しアルトコインは主要サポートを上回って安定、えー、1000万から1億 XRP トークンを保有するリップルのクジラは過去2日間でアルトコインを蓄積してきました、えー、サムタイメントのデータによると XRP のクジラは7月12日から15日の間に3億トークンを追加したと。 XRP は月曜日に3%上昇し0.5300ドルを超えて取引された r i、はいえー、リップルは XRP 保有者が SEC 対リップル訴訟におけるトレス判事の判決1周年を祝ったため週末2024年で最高の週間上昇を記録した XRP は7月13日土曜日に最高値の0.561、えー、ドルまで上昇した このアルトコインは月曜日に3%近く上昇し、本校出筆時点では0.533ドルで取引されていると、えー。デイリーダイジェスト、えー、市場動向、えー、リップルのクジラが2日間で3億 XRP を購入、うんえー。オンチェーン情報トラッカーのサムタイメン。 のデータによるとリップルの大口ウォレット投資家は7月12日から15日の間に保有資産に3億 XRP を追加したクジラによるアルトコインの蓄積は通常資産にとって強気であると考えられているため XRP ののさらなる上昇の理論を裏付けています1000万から1億トークンの保有をする大口ウォレット投資家のグループが3億 XRP を追加した一方で 10万から100万 XRP を保有する別のグループが同じ期間に1000万トークンを蓄積したということですニュースもう一つ言っときましょう、えー、リップルがビットスタンプとトラングロから撤退まる、えー、によると、うん、なんていうのかなちょっとわからない、うん、リップルは暗号通貨取引所ビットスタンプと、えー、国境決済ハブトラングロからの投資を撤回したということでビットスタンプは どこかになんか買収されたようなねニュースそりゃ見たな最近ちょっと前にねでその時リップルも、うん、リップルも関係してるからどうのこうのってね、うん、あのネット視聴者たちが騒いでましたけど科学では何も反応してませんでしたねはいえ続けましょう、えー、リップル社は暗号通貨取引所ビットスタンプと国境を越えた決済ハブトラングルからの撤退したようだ ロビンフッドによる最近のビットスタンプのあそうロビンフッドの買収だねうん買収が容易の一つである可能性はあるが業界はトラングロに対して懸念を表明した XRP 価格はデリバティブ取引業者からのサポートを受け再び0.56ドルに到達する見込みです、えー、世界的な決算及びそあ金融ソリューションにおける 大手暗号技術企業であるリップル社は、えー、暗号通貨取引所のビットスタンプと国境を越えた決済発のトラングロへの投資から撤退したようだ、うんえー、なるまるベースは、えー、最も注目すべき撤退そして XRP と XRP レジャーに関する両者を更新した、えー、リップルビットスタンプとトラングロへ、えー、の投資を撤回 えー、ビジネス情報ウェブサイトまるベース最新データによると暗号通貨決算ソリューション企業リップルは最近暗号通貨関連企業ビットスタンプとトラングルから撤退した。はい 暗号通貨取引所のビットスタンプからの撤退は正確な理由は不明ですがロビン・フッドによる最近の2億ドルでのビットスタンプ買収が原因の一つである可能性があります実際この買収によりロビン・フッドでの XRP 上場の臆測が巻き起こりましたリップル社は昨年パランティアキャピタルからの非公開の金額で暗号通貨取引所ビットスタンプを買収した リップルのモニカ・ロング社長はビットスタンプの株式取得はリップルの世界的なプレゼンスを高め決済の域を超えるための大きな動きだと語った一方リップルが撤退した企業の中に挙げられているトラングロはコミュニティ内で疑問と懸念を引き起こしたクリプトエリア、うん、ん情報発信者だねこれねインフルエンサーかな まる、えー、などの著名な XRP コミュニティの専門家は詳細は他で入手できないためデータはさらなる確認が必要だと述べた暗号技術企業は自社のウェブサイトでも今でもトラングロをパートナーとして挙げており同社をフォローしているためリップルはオンデマンドの流動性のために XRP を利用する国際決済会社のトラングロの株式40%を保有しているこれ手放すってことだねはいということですチャッと見ていきます はい、それで XLM の円建ての冷やし見ていきますが、えー、本日の動画ですね、えー、この XLM が中間の高値どこまで伸びるのかということで分析出しましたのでその話をしたいと思います、はい、本日は16円で、えー、真上ね、えー、レジスタンス、うん、になっているので、えー、どうなるかなこの上昇一回とりあえず終わったのかそれかここまでいって終わるのかまあどっちかだと思うんですけどねうん もしここで止まって1回目の波が終わった回目ていうか細分化した波ですねこれね細分化した波が1回終わってで下げるんで B ですねこれ AB です CDE ってねまだこう続いていくわけですはいっていうふうには見てるわけですけど中間の高値発表しましょうはい「デキ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 ズドン!」 見えないはいこんな感じになりました、うんえー、35円です皆さんねえー、チャート上では179%、うん、ここから上昇するという分析結果になりました、はい、ということでねまあこれがね、うん、当たるかどうか皆さん分かりませんよ、ねうん、ただ有機的にはねそういうふうにねあのこういう結果になったということですでこれがですね中間の高値になります はいなので、こうね、行って、うん、ここでつけて、でこう落とした後にバーンってまた行くみたいな、ねイメージでいます。はいということで、35円、中間の高値になります。はい、はい、あともう一つはですね、これの件については、またあのちょっと自分に落とし込んでね、間違ってる可能性がないという結果が出たら、皆さんにちょっと話したいと思います、この下げについてね。はい、はい、続いて XRP です本日は84円となっています。 はいこちらもですね中間の高値出しました、はい、足元の分析ですけどまあ87円1回ねこうつけたので、ね、またあのもう1回ね試しに来た時にまた落とされると思いますでその後とに87円を抜いて98円まで行くんだと思いますというのが足元の分析ですはいそれでは中間高値いきましょう見ていきましょう、えー、発表しましょうズドンィキィキリ,キリ,キリズドン 180円ですはいということでねえー、XRP はこの安値からうん、えー、215%、うん、上がるというような、えー、結果になりました、えー、これは何回も言いますけど XRP も XRP もこれが中間の高になりますなのでこう上がっていってね、うん、これもまあここ下げてバーってまたね上に上に抜いてくるんじゃないのっていうことはね思ってます はいといととうことで当たるかは分かりませんけどまあ現実的じゃないかなと,ということは思いますけどねはいはいそれではコメントやっていきます、えー、リップルエクセルムデリバーティブ市場の資金流入が増加という動画ですけど皆さんいつもコメントありがとうございますこのコーナーですね最新の動画にコメントいただければ表示されたものに関しては私のコメントも添えて、えー、動画にしていくということをやってますので、はいえー、何かあればねまあ、コメントしてくださいはい えー、スさん、エクセルム動画ありがとうございます。いいねして見てます。ありがとうございます。はい、これからもお願いしますということで了解しました。スさん、はい見てってください。いいねもね皆さんしてってください。<laughs> はい、えー、アイさんですね。アさん目だからね。はい、いつも動画ありがとうございます。エクセルムを期待している人はたくさんおられるのにひど、えー、いコメントで残念です。あ、そうね。うん、ちょっとねそういうコメントが来ましたけどね。うん。 はい、XLM の動画いつも参考にさせていただいておりますし楽しみしておりますのでぜひぜひこれからもよろしくお願いします了解しました愛さん、はい、任せてください続けますんではい。えー、太子さん、えー、他のユーチューバーがちょっと XRP 配布したらまる倍とか言って動画出しててイラッとしましたわ。<laughs> ハイエナのような中身のない動画ばっかりで量産してて邪魔ですねって結城さんと海外の人の情報を見るようにしてますわ。ブレずに行きましょうありがとうございます太子さんはい。 えー、今回のね動画良、えー、かったらですねぜひあの皆さんのソーシャルメディアで拡散してもらえると嬉しいですはいえー、次の動画いきますはいもう一つは柴犬がね爆上げするという動画ですけどえー、柴犬とアスターもですね中間高に数字出してますので良かったら見てくださいはい一の九二さん柴期待して待ってます一緒に見届けます今日も頑張っていきましょうということではい一の九二さんいつもありがとうございます今日も頑張っていきましょう はい、ということで本日の動画は以上になりますけど、えー、リップルはです、ね、トラングロとえビットスタンプのえ持ち株をです、ねまあ、売却して手を引くというニュース出てますけどチャートにはねもう相変わらず反応が起きてません、うん、これはね前向きなニュースが出ても反応しないし、ね、良くないニュースの時でも反応しません <laughs> 相変わらずスリップルね。ということは思いますけど、はい、ということで 本日の動画は以上になりますけど、皆さん本日も頑張っていきましょう。はい、良かったらですね。グッドボタンを押して、また続き聞いてってください。はい、では失礼します。